日本岡山県真庭市、落合垂水落合垂水は、岡山県真庭市の大技である。同市の落合支所の所在地、および旧落合町役場所在地。同市新設以前には、垂水と称した。現在でも、通称、垂水と呼称される。明治以前期以前は、真島郡に属したるみ村と称した。古くは、旭川の高瀬船の一大拠点となる川港として、 栄特産物として、落合洋館が知られる。郵便番号は719-3144。人口は1499人。世帯数は570世帯。町のほぼ中央、旭川の本流と備中川が透け流した、三角状の盆地平野に発達した集落で、南北に標高320メートルほどの丘陵に挟まれ、東方に、 旭川に面して、市街を作っている。旭川による高瀬船の水運が早くから明け、下流の福渡りを経て、岡山に至る重要な基地になっていた。自動車による陸路の運輸が始まっても、昭和の初めまでは、高瀬船が姿を見せていた。現在はほぼ消滅している。当地には、鉄道路線はなく、旭川対岸を JR 姫新線が走り、西原地区に、 みまさか落合駅がある。垂水神社、走立天神社、日蓮州本学寺、臨済宗仏土寺、浄土宗宝福寺などの社寺があり、また北は略守るが築いたという締め山き跡がある。特産として、豆腐と落合洋館がある。古代においては、真島郡垂水里の一部であったとされ、地名はその遺書であると言われる。当地は、 旭川と支流の備中川が合流する地にあることから、旭川による高瀬船の水運が早くから明け、下流の福渡りを経て、岡山に至る重要な基地となり、河口として物資の集散地、交通の要衝として栄えた。近世に入り、慶長8年に津山藩主、森忠政の所領となったが、元様10年、森氏が女風となる。それを受けて、 徳川幕府直轄領に移り、辻島軍四方の村に、大官所が設置され、同大官所が支配した。その後、明和元年に、高田藩主となった三浦氏の所領となって明治に至る。明治22年6月1日、辻島軍ムカツ村と合併して、同軍落合村と称し、村役場をたるみに置く。同30年5月26日、調整を実施して、落合町。 同三十七年六月一日、同軍瀬田川村及び天津村と合併して、町域を拡張。同三十三年四月一日、大場、真島に軍が合併して、真庭軍となる。昭和三十年一月一日、真庭軍落合町、津田村、小山村、三河村、河内村、川東村の六町村が対等合併し、新しい落合町を新設。 町役場をたるみに置く。平成17年3月31日、真庭郡落合町、久世町、勝山町、湯原町、三鴨村、川上村、八塚村、中華村及び、備中国側となる、常防郡北防町の五町四、村が合体合併し、真庭市を新設。古代のたるみ里に由来するとされる。たるみとは、滝のことであり、豪内。 特に公明の遺症地となっている、当地内に象徴的な滝があった可能性がある。ただし、現在は当地内に滝は見られない。真庭市新設寺、同規模町である勝山、癖は同盟大技があるために、旧町名が住所表記に残り、湯原町は湯本が湯原温泉に解消したため旧町名が残った。これを受けて、落合町民から、 旧町名を住所表記に残してほしいとの声が多数寄せられたため、旧役場所在地で最初の落合村の一部であった垂水を落合垂水に解消した。旧町名の落合は最初の落合村が新設された時の地域である、当地と無葛屋で旭川に備中川が合流することに由来する。前述の通り、落合垂水地内に鉄道路線は通過していない。 旭川対岸を JR 姫新線が走り、落合地区の代表駅として、西原地区に、みまさか落合駅が設置されている。ありがとうございます。